海外のメディアにも相当取り上げられてますしね、はいはい、日本より海外の方がすごいよね。そうですよね、はい、だから、私も山田さんがですね手を挙げられたのがちょうど、原発から1ヶ月も経ってなかった自分に組織体を結成されるというのをですね拝見して、これしかないと思ったんですね。実際中年しかどうしてももう長期戦になりますしね。チェルノブイリのデバイバーって大体50万人とか60万人がですね、軍隊がこう一挙にやったんでしょ。今のようにですね、あくまでも東電が中心でもってね、ああいうふうにまあ安全安心でですね、このやることは必要なんですが、このああいう方法でこの放射能をですね、全面的に阻止するということは実際ってできないんじゃないかと思いますね。もう不可能だっていうのはね、初めから、ね、分かってる人はみんな分かってましたよね。そうですよね、やっと政府が国家的プロジェクトにすることを言い出しましたから、うん、まあようやくまともな方向に行ったのかな、近づいたかなと思ってますけど。そうですよね、はい、それ最近の行動隊からもですね、メールに、このよりますと、やっとこそは、まあ現場に入られるというふうな状況にはなってるんですよ、はい、今は、はい、現場入るっていうより当面、視察団、先行した視察団を送るということで、その準備をやってます、うん、放射線手帳を用意するとか、うん、それから、東電に対して、東電の原発、第一原発に対して、見学許可を届けてもらわなくちゃいけないわけですから、そういう手続きとかですね、うん、そういうことを今やってる最中です。あ、そうですか、はい、そうしてる段階で、まあ、グレーのですね、汚染水がね、どん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 この増えていって、せっかく稼働した処理装置もですね、もうこの1回試運転やめたまたはね、ああいうリソースということで、まあどんどん危機的な状況というのはもう進んでいってますよね。そういう点どのようにご覧になってます？もうそれは言い出しはいくらでもいいことあるけど、言っても何もできないんで、今思うじゃ、ね、一日も早く対策取らないといけないんですが、生意気なこと言うようだけど、あのプロセス、一番最初に固体を分離するプロセスがないんで、うん、それは無理だろうって思って、うん、どんな水処理でも一番最初に固液分離やらなきゃいけないんですよね、うん、固液分離がないんですよね。いわゆるシックナーっていうのを使うんですけど、こんな格好した、うん、真ん中から水を入れて、水をこうやって縁から溢れてきて、まあ、濃い水が下へ落ちるっていう、スピゴットが取れるっていう、シックナーっていうものがあるんですけども。シックナーですか？シックナー。はあはあ、シックっていうのは THIN で、THICK でシックでしょ。で、それに EN つけると、動詞になる、シックンっていう動詞になるんでね。で、それの、それに ER つけると、濃くする。沈殿地って日本語では言います。シックナーって日本語では、シックンナーとは言わないで、シックナーって言います。そういうものが必ず前につかなきゃ、ああいう汚い水の処理もできないと思うんですけど、それなしでやってるから、だから多分固体がゼオライトに詰まっちゃったんじゃないかと僕は思ってますよね。早くやらないとしょうがない。まあ、私とも外野席でこのところに行って、それくらい行ってもしょうがないと思ってるけど、まあ、ね、現在のね、結局東電の体制がどうなってるか、まあ、政府、東電、それから、まあ、各ね、そこのところが、その先ほど その東電にできることではないということの基本的なところで、そうですよね、東電っていうのはオペレーション会社です。そうですよね。で、プラント会社じゃないですよね。そうですよね。で、プラント会社でないものに、プラント会社ですら事故の対策っていうのは大変難しいわけですから、それをオペレーション会社がやってるってそれは無理ですよ。だから最初から言ってましたよね。最初から言ってました。そうですよね、はい、だからニューヨークタイムズなんかにも随分早い時期に書かれてましたけども、チェルノブイリの責任者が、第三人者が、その機関を作らないか、チームを作らないかという、そういう発言はもう
事故の1週間ぐらい後にはもう出てた気がしてますよね。そうですね、そのことがようやく、はい、はい、どうぞ。あ、いいですか、ちょっとやってみて。